ツルフェス出演者紹介。よろしくお願いします。さあ今回ツルフェス初登場でございます、花尾くんです。ありがとうございます。お邪魔しますお邪魔します。花尾くんです。嬉しい、ありがとう、今回は今日はね、この出演者紹介動画を撮るためだけに小樽に来てます。そばかり歌うでしょ、なんとライブもやるでしょ。小樽に来てます。ありがとうございます。いや、ね、実はもうつながりは結構長くありまして、はいはい、10年以上前だね。10年以上前ね、一番だからまだ最初鶴がまだアフロだった頃に出会ってくれてて、そうワーナーだったから、太陽族も、あ、そうか、同じだからレーベルメイトなんです。そうなんです、そうなんです。それでイベントで一緒だったのね、はい、ウエストで太陽族のイベント出てもらったのが初期の頃で、うん、太陽族で、その後鶴のツアーにも呼んでいただいたりして、うんうん、さっきちょっと話したけど、さっきのくんが喉調子悪くなって、そうなんですよ、結局俺が鶴の曲を歌うっていうそうなんですよ、僕喉をやっつけまして、やっつけまして、僕だけちょっと東京に戻ってそうそうそう、で、その間の対バンだった太陽族、あのくんが恋のゴング歌ってくれたんだけど盛岡と、盛岡でやってくれたのかな、そうですね、そういう急遽そういうのにも応えてくれるっていう心意気でねやってくれる素敵な、いやでもなんかその、うん、去年秋野くんが小樽に来てくれたんだよね、うん、そう、去年だっけ、一昨年なのかな、もう、もう一昨年、まあでもここ 1,2 年前ぐらいに、ね、僕ら全国ツアーで札幌だった時に、時間があったから小樽にただただ遊びに行こうっていう企画で小樽に花尾くんいるから俺会いに行こう、行くわってなって、はい、いや、うん、俺もね連絡しようかな、どうしようかな、忙しいべなと思ったら連絡くれたからやったと思って二人でコーヒー飲みたりしてね、コーヒー飲みってね、まだ雪が残る小樽で、そうで、いつか小樽に歌いに来てほしいって気持ちを伝えたらね、今日実現してくれたり、はい、ツルフェスにもね、はい、呼んでいただいて、そうなんですよ、大好きな感じで声をかけさせてもらいました。もう本当にね、はい、めっちゃいいライブ、いい歌を歌ってくれるのよ。アコースティックで対バンっていうか一緒になった時もさ、うんうん、それもまた盛岡とかあと弘前、弘前とかでもね、そうですね、東北ばっかりでね、俺あの時に多分花君のソロのライブをちゃんと間近でこう見た、多分初めてぐらいだったんだけど、うんうん、めっちゃ良くて、うん、嬉しい、もう俺の中ではかその花岡さだまさしかみたいな、いや、言い過ぎ、そのワードの入ってくる感じがね、すごいすごいなと思ってね、ぜひ出てくださいということでオファーをさせていただきました。ちなみに太陽族、はい、ね、俺ら鶴始めた頃にはもう活動していったよね、うん、もうツアーやってるの全国、そうだね、そうですね、で、鶴ヶ島の近く の, その川越っていうところのスタジオで僕ら練習してたのね。チコ。チコ。川越チコ、この間ライブやった、久しぶりに。あ、この最近今年の春。久しぶりに。チコ行ってんだ、まだ。はい、ライブやった。チコに、その、だからまあ俺ら20最初の方よ。結構でも間もない頃、よく練習したスタジオにもう太陽族のツアーの、あのフライヤーが置いてあったから、あ、こういうバンドがいるんだっていうのを知ってたから。はい、そうそうそう、だから、いや、チコに来てるバンドはもう太陽族以外知らないチコ来てんだ、ね、いや、いいとこあった、相変わらず変わってなかったし、うん、チコ照明がちょっとね、あの、うん、ビップになったね当時だって裸でインク1個ぐらいしかなかったからそうだねそうだね、少しだけなんかね設備が整いつつあるけどみたいな感じだけど、はい、ちなみに鶴ヶ島は、はい、なんか降り立ったこととかは、俺はね、鶴ヶ島は友達の家があったりしてちょっと行ったぐらいだったんだけど、おうおう、うん、鶴ヶ島じゃなくて、うん、鶴瀬に住んでたんで、鶴瀬ちょっとマニアックな話なんですけど、東武東上線の話、ね、東武東上線の駅なんだよね、うん、鶴ヶ島もね、うん、で、俺はそのちょっと手前の鶴瀬ってところに住んでたんで、うん、鶴ヶ島はいつもね、あの目にはしてて、うん、じゃ今回降り立つのはじゃあもう初めてと言っても過言ではないから、ね、なるほど、でもじゃあその頃から鶴という言葉には馴染みはあった、馴染みはあっただから鶴ってバンドがまさか鶴ヶ島とね由来があるっていうのはさ、びっくりしたよね、まさかの鶴ヶ島と鶴なんだよね、俺らだから小樽出身のマンだったら多分樽って付けてる
多分樽になってると思うんだよ。なるほど、そういうことなんだね。安直な考え方でバカめつけちゃってる。つけちゃってる。でよかったよ。いや、樽は樽で多分そうキャッチ。樽は樽で、ね、すごいキャッチやと思う。樽グッズいっぱい思いつくけど、何でも樽にしちゃえばいいよみたいになるから。そうなんですよ。なるほどなるほど。良、ね、かったです。良かったですよ。うん、そこじゃあ東武東上線にこうゆかりがあるってことで。ずっと住んでました。うん、ね、2005年ぐらいまで住んでたかな。1999年から6年間ぐらいあのエリアに住んでたんで、だから東武東上線沿いでライブをやるっていうのはこう初心に帰るような気持ちというかね、若干そう、エモい気持ちになりますね。出身は札幌で、そう今は小樽に住んでるんですけど、うん、青春時代とか太陽族の曲を初期の頃はもうあの辺でずっと作ってた。あ、そうなの、思い出の、うん、ちなみにあの太陽族のベースの丸さんが使っている、はい、使っていたアンペグのアンプですか、はい、あれうちの看板がですね、ありがとうございます、あの、まあ、譲り受けたのか借りてる、ずっと借りパク状態なのか分かんないけどずっとね、あれレコーディングで大活躍するのよ、あれ使いなくてください、あれいいアンプなのよ、よかったよかったよかったっすあったね、そういう話、そう いろいろね、つながりが、ある太陽族の花尾くんが今回鶴瓶さん初登場でございますので、ありがとうございます。ぜひぜひ、10月の6日の方ですね、はい、2日目の方に登場しますので、皆さんその歌をぜひ聴きに来てもらえればと思います。聞いてやってください。よろしくお願いします。じゃあ当日よろしくお願いします。お願いします。そしてあの鶴瓶さんあの入場無料なんですよ。そういえば。そうだよね。そう、入場無料。本当に入場2日間とも入場無料なんで。すごいね。あのクラウドファンディングをやってるんですね。いやちょっとみんなマジで協力しようチケット代だと思って、本当にそうそう、ぜひともね、花尾くんが好きな小樽の皆さん花尾くんを応援している小樽の皆さん、そうですね、そう、入場料はこっちが持つからクラファンを、そう入場こっち持つから、そうそう、皆さんの交通費だけ何とかしてもらえればっていうところですねぜひワイワイとね、遊びに来てもらえればと思います。あの一日通して多分楽しい、もう音楽まみれだったり、はい、大人から子供まで楽しめる、まあ、もう運動公園なんで、いやいいな、でもう出入りも自由なんでね、美味しいお店もいっぱい出ますんで、最高ですね、ぜひ、よろしくお願いします。多分前日が俺福島の騎馬武ロックフェスっていうフェスで南小までやるフェス、うんうんうん、なんかそのフェスとそこから移動して埼玉にも行くってお客さんが何人かいたので、騎馬武からそう騎馬武と 2days で見に行くってお客さん、騎馬乗ってくるので馬で馬で騎馬隊が来るかもしれないですということで、よろしくお願いします。本日よろしくお願いします。楽しみにします。はい、花尾くんでした。よろしくお願いします。